はい、ドリームダンサーマリハラです。ドリームダンサーのコーチャー、ヒカデリです。お願いします。お願いします。今回なんですが、皆様に大事なお知らせがございます。はい。ヒカデリ君、どうぞ。はい。私、サードコーチャー日渡り、今回の動画で、ドリームドアベースボールチャンネルを卒業します。本当ですか？はい、本当です。あ、まあ、日渡り君とは、まあ、1月からか、はい、しっかり動画を出すようになって、はい、まあ、レギュラーメンバーとしてね、そうです、一緒に動画に出演してもらったわけなんですが、はい、ドリームダーベースボールを卒業するということで、はい、今回はこの場を設けさせていただきました。ありがとうございます。はい、で今回は、まあ、あのしんみりしたまま終わるのも嫌なので、はい、日渡り君と一緒にいろんな動画を撮ってきましたね。わあ、いっぱい撮りました。いっぱい撮ってきました。はい、その中で、まあ、思い出に残ってる動画とかもあると思うんですよ。ああ、なるほど。その動画の中で、はい、俺が印象に残ってるもの、はい、日渡り君が印象に残っている動画、その動画について思い出話をしていければなと思います。はい、ドリームドア。じゃあまず私からいいでしょうか。はい、まずこれですよ。日渡り、はい、サード紅茶講座。ああ、覚えてますか？やりましたね。サードコーチャーの解説動画っていうのはないわけですよ。新しすぎますね。新しすぎる。で、まあ、この動画を撮っていく中で、はい、俺が思うに日渡り君が初めてはっちゃけた回だったと思う。そうでしたかね。もうそんな気がすんだよな、イメージ的に。なんか初めてピンで出た動画かもしれない。あ、確かに、もうほぼメインのね。はい、確かに確かに確かに。どんなことをサードコーチャーは考えているのかとか、ちょっとおふざけを入れる。ちょっとあの本当にためになるかどうかって言われたらあれですけど、うん、いやでもね、あれはサードコーチャー日渡りだからこそ出せた動画だと思います。ドリームドア。はいはい、私が印象に残ってる動画、はい、こちらです。球場自分以外アンダースロー。めっちゃ最近だな。そうですね、かなり最近の動画なんですけど、これがもう特殊な経験すぎてめっちゃ印象残ってますね。いや本当だよね。こんなことあります？野球人生において。ないよね。だってアンダースローって、はい、まあ俺がアンダースローだったから、まあ動画でよくアンダースローのこと出してるけど、はい、言うてピッチャーの中でもスーパーセントじゃん。いや本当そうですよ。だから野球やってる人って、はい、まあ、100だったらするじゃん、はい、そのうちの30ぐらいがピッチャーだと思うのよ。 30%、 30% ぐらいかなって思ってて、はい、30% の中のアンダースローもっと少ないよね。だったら本当 2% とか 3% 2% もいるのかっていう感じだよね、全野球人口だと。まあそうですね、ピッチャーの中だったらスーパーセントかもしれないけど、はいはい、野球っていう中だと多分 1% 切るんじゃないかと思ってるんだよ。いや本当そうですね。それがですよ。それがこの球場に集うという奇跡。奇跡。これはもうあのドリームザベースボールチャンネルだからこそできた経験かなっていう。ああ、確かにね。ドリームドア。はい。はい、行きました。はい、まあこの本気で YouTube をやっていこうって思った時に、はい、2人で出演した動画です。はい、はい、河川敷での冬トレ紹介。あー、5度やった。めっちゃ寒かった。まああの年末年始明けて本当にほぼ一発目の動画出したんだよこれ。いやそうですね。そうそうそう。で、なんて言ったってあの日寒かった。うん。で、まあ、特に印象に残ってるのが、はい、岩谷君が一緒に参加して、はい、気持ち悪くなってきつすぎて。覚えてる？覚えてます、覚えてます。いや、運動不足が頑張りすぎちゃったんですね。吐きそうになった。なってました。
もうあの時のね顔はねよく覚えてますよ。いやー本当ですね、面白かった。確かに確かにありましたね、そんなことも、記憶に残ってます僕これ。寒かったな。ドリームドア、はい出ました。はい、おお早いね。はい、野球初心者公式打ってみた。あのうちのね。はい、あの父母会長大崎さんっていううちの社員さんの方がいらっしゃるんですけど、その方は野球経験なくて初めて公式を打ちたいっていうような話になった時に、ちょっと動画にしてみようかということで、うん、撮った動画なんですけど、これがちょっと編集しながら面白すぎて一人で爆笑しちゃうっていう、あの結構ありません？あるある。編集してて面白くなっちゃう時、うん、編集するときさ、はい、あの俺の机から日渡りくんの編集画面が見えるんだよね、一応。そうですね。で、日渡りくん、ふふとか言って編集しながら。いやもう漏れちゃって。やばいやつかと思った。その初出演だしてくれたんですね、この時。久保会長大崎さん。それ、その初々しさというか、この不慣れさみたいなところもまた面白くて、うん、ちょっと気になる方ぜひ見て見てほしいです。これは面白いんで確かに見てほしいですね。はい、ドリームドア、はい、じゃあ思い出話も花咲きまして、はい、縁も竹縄でございますが時間も迫ってるということで、はい、矢田井くんに今までドリームドアベースボールを見てくださった視聴者の方に向けて、はい、一言言葉をいただければなと思います。はいはい、ドリームドアベースボールチャンネルいつもご覧いただきありがとうございます。はい、今回の動画で、私サードコーチャー日渡り卒業ということになるのですが、まあそのなかなかこんな経験できないというか、いろんな経験させていただいて、アンダースロー塾撮影してるの大体僕なんですけど毎回違う方が来ていろんなタイプのアンダースローを見れたっていうのはすごいそんなこともなかなかできないことですし、はい、その動画でいろいろ、まあ、小学校回ったりバッティングセンター回ったり、普段できないような楽しい思い出たくさんできました。はい、私は今回で、動画出演卒業という形になるのですが、ドリームドアベースボールはこれからもずっと続いていくというふうに思いますので、僕も毎日動画チェックしますんでプレッシャーかけるねはい、皆さんもこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、岩谷くんありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。